こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。トミカヒーローズジョブレイバー特装合体ロボよりポリスブレイバーヌル日産フェアレディ Z 覆面パトロールカーとキャリーブレイバーセブンイレブン配送トラックです。それでは見ていきましょう。ということで、なんとこの2個同時にね、ジョブレイバーが登場したということで、2個一気に見ていこうと思います。なんとジョブレイバー初じゃないかな、この敵側のロボットがなんと商品ラインナップに出てくるっていうね。いや、これが熱すぎるんですけれども、ちょっとこのヌルにはいろんな秘密が隠れてそうなので、そこら辺のね、ちょっと僕なりの考察とかもね、ちょっと交えていけれたらなと思います。はい、中身こんな感じですね。で、こっちセブンイレブン配送トラック、なんとコラボ 3商品目かな。はい、このヤマトと、あとこの引っ越しの境、そして今回のセブンイレブンっていうね感じで、だいぶ揃ってきました。こういう実際に街で見かけるね、こういうのがコラボするのめちゃくちゃ嬉しいですね。はい、で、このこっちの中身、はい、こんな感じになってます。じゃあそれではシール貼っていきたいと思います。ということで、シールを貼ったので見ていきましょう。まずは、はい、こちらのヌルの方から見ていきたいと思います。そして、はい、来ました、こちらジョブロイド。これね、箱見ると名前のところハテナハテナハテナになってます。まだ名前がわからないジョブロイドがなんと登場してしまうという。はい、で、見てください、この目のシールめちゃくちゃかっこいいですよ。このエラー404、ね、よくあのパソコンとかで出てくるんですけど、はい、いろいろ選べて、この赤い目も選べるし、あの普通のね、ジョブロイドの緑色のこの目も選ぶことができます。ちょっと今回これがかっこよすぎて、僕はこのエラーの目にしました。はい、で、こちら、はい、これが日産フェアレディ Z の覆面パトロールカーですね。で、日産フェアレディ Z だと、こちらのね、はい、パトカーも同じ車種になってるんですけれども、ここ見てください、ここのマークとか、はい、あと後ろのところ、ここにフェアレディ Z っていう風に書かれてたりとか、結構ね違います。あとこの、まあ、パトランプのね造形とかも違います。で、あともう一つ、覆面パトロールカーっていうと、こちら日産 GTR の方の覆面パトロールカーもありました。はい、これはもちろん車種がもうそもそもが違うんで、はい、こういう風に違いますね、見た目的にも。はい、という感じで、覆面パトロールカーとしては2代目になっております。でですよ、いや、ちょっとね、覆面パトロールカーのジョブロイドといえば、こちらレイ君なんですよね、この黒と金の。うん、ちょっと黒と金の雰囲気が似てるんですよね。まあ、ただちょっとここら辺ね、青紫になってますけど、ちょっと似てるんだよね、レイ君に。このハテナハテナハテナがね。はい、まあ、という感じで、早速じゃあ特装合体やっていきましょう。いつも通りこのジョブロイドをこのように変形させて、でここに入れます。はい、めちゃくちゃ気持ちいいと。で、見てください、この顔、これめちゃくちゃかっこいい。このヌルのこの仮面をあのはめる前の顔、めちゃくちゃかっこいいんですよね。はい、で足を出してあげて、でこれを、はい、ここに入れてあげますと、はい、こんな感じで入れてあげて、で、まあ、こっからこのヌルにしていくんですけど、ちょっとその前にこれで一旦ちょっとね、完成として見ていきましょう。はい、これで、日産フェアレディ Z のロボットになります。どうでしょうか、見てください、この顔めちゃくちゃかっこいい。ちょっとこの元のというか、同じ車種のね、はい、こっちのワッパーマーク2とこのフェアレディ Z のパトカーもちょっとやってみましょう。はい、こっちも変形は同じなので、こうですね、はい、このようにして、で組み合わせてあげると、はい、こんな感じになっております。比べるとこうです。いや、だいぶね、雰囲気がもう違いますよね。この顔とか見てください、ほら全然違う。この正義と悪
っていう感じになってますね。はい。でもう一個こちら覆面パトロールカーもちょっとね並べてみましょう。なので変形させます。このレイ君ね。はい。レイ君は最初敵と間違われたけど実際仲間だったみたいなね、ちょっとかわいそうなね、登場の仕方でしたけれども、はい、ちょっとだから最初 黒いから僕もレイ君ってあの敵なのかなと思ってましたけど仲間だったんですよね。なんですけれども今回の覆面パトロールカーは敵として登場してます。はい。で、はい、これで、はい、覆面パトロールカー GTR の方の覆面パトロールカーこのフェアレディ Z の方と並べるとこんな感じになっております。やっぱこっちねちょっとゴールドとかある分こう味方、うん、正義感がありますよね、うん、こっちはもうこの青とか青紫っぽいこの色がもう、うん、敵感すごい醸し出してます。でここ頭が動きません。このね、GTR の方はなんですけれども今回のフェアレディ Z は、はい、しっかりと首が動くようになっております。はい、これ素晴らしいですね。はい。でこっからはい、こちらのヌルにするためのパーツたちですね。これを、ね、取り付けていきましょう。あとこの武器もありますと。一旦これを外してあげて、で背中に、はい、ここにこうやって取り付けます。はい、ガチッと取り付けてあげて、でこれを外してここに、はい、背中にギュッと差し込んであげてこう翼にします。これ今バージョン W ウィングですねの状態にしております。仮面ですね。このめちゃくちゃかっこいい仮面をここまっすぐこうやって取り付けてあげてこの武器を持たせてあげれば、はい、これでなんとヌルにすることができます。いや、かっこよすぎる。というよりこのジョブレイバーの世界にこの悪役が出てきて、でこの悪役が商品化したっていうのが本当に個人的にめちゃくちゃ熱いなと思いますね。はい、こんな感じで、はい、この日産フェアレディ Z 対決ですね。このワッパーマーク2対このハテナハテナハテナでこう戦うみたいなことが実際におもちゃでできちゃうっていう、このアニメの YouTube のアニメのね、このヌルは第16話から出てくるんですけれども、そのあれをね再現することができます。いや、めちゃくちゃ素晴らしいですね。はい。でちょっとここでヌルの考察をねしながらね、もう他のこの携帯やっていくんですけれども、このヌルが登場した第16話なんですけど、その冒頭でこのレイ君ね、レイ君が潜入捜査をするんですよ。でそしたらいきなり電気ショックで気絶させられちゃってみたいなところで場面が変わるんですけれども、僕が思うにその後にこのヌルが登場したんですよ。そのレイ君が場面変わって、でなんかあやばい事件が起こったみたいになってヌルが登場したんですよ。これもしかしたら、はい、まあ皆まではちょっと言いませんけれどもね、もしかしたらってことですよね。はい。でさらにこのヌル、はい、あ今これバージョン FB フライングボードとかかな、はい、FB ということでこうやって、はい、このボードに乗ってシューってこう移動してくることができると、こんな感じでね、はい、こんな感じで、はい、こうやってボードシューって投げて、シューってこうやって移動することができる。はい、めちゃくちゃかっこいいと。でこのヌルの技で氷結弾って言って、こうこっから氷の弾を出して相手を凍らせるっていう技をこのヌルは使えるんですけど、レイ君も氷結弾使えるんですよね。ということでね、まあね、まあ皆までは言いませんけれども、まあ、ということなんですよ。もしかしたらこのいつかこの仮面が外れたりとか何かするのかも分かりませんよね。ちょっとそこら辺もちょっとアニメ今後ね楽しみにしていきたいなと思います。はい、これでバージョン SH シールドですねにすることもできる。これかっこいいですよね。こう銃とシールドでね、ちゃんと攻防ができるっていう、はい、素晴らしいです。
で、まだあります。はい、これを一旦外してあげて、で、一旦ちょっと背中につけておきましょう。で、この、ね、銃も一旦外してあげます。で、これをなんと、はい、ここ突起がありまして、これを手に持たせることができます。こんな感じで、で、手に持たせることでバージョン SW、 このソードですね、にすることができるっていう、こんな感じで、はい。なので、こうめちゃくちゃ大きい武器を持って、こうやってね、はい、こうポリスブレイバーたちとね、こう戦えるっていう。なのでヌルね、めちゃくちゃ強いんじゃないかなって思うんですけれども、この悪役として生えまくってますよね、このヌルは。このさ、悪魔みたいな角とかさ、この口のこの歯の感じ、歯のギザギザとかさ、目が赤かったりとか、めちゃくちゃもうザ悪役っていう感じがもうほんとたまんないですよね。めちゃくちゃかっこいいと。それでは次はこちら、セブンイレブン配送トラック見ていきましょう。まずはこちら、ジョブロイド。この名前がベンリーって言います。あのコンビニエンスって便利っていう意味なので、まあ、そこから来てるのかなと思います。色がめちゃくちゃ可愛いですよね、この黄緑とオレンジで、このセブンイレブンのねイメージカラーを表してます。この白とかも各所にあって、この腕にもこのセブンのマークで、ここ便利っていうね、はい、感じで書いております。めちゃくちゃ可愛い。で、はい、こちらセブンイレブン配送トラック、このセブンのマークですね。このトラック見ますね、はい。で、ここ7 11 7 11、はい、いいですね。で、まあ、これ武器ですね。この武器はこことかにこうやってね、はい、つけておくことができます。それでは合体させましょう。特装合体させます。まずはここの荷台の部分を外してあげます。で、そしたらこっちのジョブロイドを変形させて、で、こう下からガチャッとね、はい、くっつけてあげて、で、これ開いてあげて、足もくるっと回転させます。はい、で、2つに割って、ここに足を差し込んであげると、はい、これでキャリーブレイバーセブンイレブン配送トラックになります。いや、これ色がやっぱめちゃくちゃいいですよね、この白、黄緑、オレンジっていう色で、この顔も見てください。このバイザーがなんかゴールドにねなってて、で、そのこの下のオレンジが反射して、そのちょっとオレンジっぽくもなってるっていう、なんかめちゃくちゃかっこいい感じになってます。はい、で、この帽子もね、はい、セブンのこの緑、黄緑のこの帽子にセブンマークが書いてるっていう、めちゃくちゃいいね、はい。で、こちらこのグローブをもちろんここに、こう横から差し込むこともできるし、上からグローブをこうやって持たせるっていうこともできますっていう、二通りのね、装着の仕方があるんですけれども、こうやってくっつけて、で、ポーズを取らせることができると。いや、この黄緑色のグローブもいいですね。いや、色がめちゃくちゃ綺麗です。はい。で、見てください、グローブ。なんて書いてるか。はい。7チキ220円って書いてます。これね、こっち側に、トミカ550円とかもあるんですけれども、僕は今回反対側はこちら、電子レンジにしました。これ、ウェブのね、YouTube のアニメで、このハンドでこうやって敵を、こんな感じで敵が出てきた時にハンドをこうやってかざすと、ピピっていって、こう敵がこう何者なのかを読み取るっていう、レジで商品読み取るみたいなことができるんですよ。で、さらにこのヌルが、あれですね、21話でこれ登場したんですけれども、こう氷結弾で凍らせたんですよ。その時に、この電子レンジで温めますかって言って、結構切羽詰まった状況でですよ。で、そのジョブロイドたちがお願いしますっていうね、ちょっと個人的にそこめちゃくちゃ好きなシーンなんですけど、本当に見てください、アニメを皆さん、はい、っていうね、
この本当にセブンイレブンのこの店員さんのようなこう戦い方をするっていうのがすごいコミカルで面白かったですね。はい。で、ちょっと今までのこのコラボシリーズのね、はい、これもちょっと変形させていきましょう。みんなね、トラックでキャリーブレイバーの仲間たちです。はい、ヤマト行きましょう。このヤマトはこの猫耳が可愛い。はい。で、こうやって、で、ここをくっつけて、はい、上げると。そして、これ全部変形方法同じですね。こっから足を出してあげて、はい。で、開いて、で、ここに差し込んであげると。はい、こうですね。このグローブを、はい。このヤマトは、この冷蔵タイプっていうのと、あと、こっちのグローブが、はい。精密機器につき取り扱い注意っていう、ね。はい。段ボールに貼ってある文言のグローブです。はい。次、引っ越しの境行きましょう。これも一旦外して、はい。これはパンダになってます。めちゃくちゃ可愛い、ほら。ね。で、変形させてあげて、ここにくっつけて、はい、こうですね。で、ここの部分開いてあげて、で、ここを足にくっつけてあげると。はい。で、このグローブですね。はい、グローブを、ここの腕の横にはめてあげると。で、このグローブは、はい、こういうマークが、はい、ついてます。かわいいマークね。はい。っていう感じで、3体を並べるとこんな感じになっております。いや、やっぱ、こう、普段から、こう、見かけるね、このヤマトとか、引っ越しの境とか、セブンイレブンとかっていう身近なね、ものがこう、ロボットになってるっていうのが、これはめちゃくちゃ集めたくなりますね。うん。素晴らしい。ということで今回のポリスブレイバーヌルとキャリーブレイバー7配送トラックいかがだったでしょうか。いやもうこのヌルは、やっぱりこうジョブレイバーどれか持ってたら敵役として1体はもう買っておきたいなっていう。で、さらにプレイバリューもめちゃくちゃね、ある。で、こっちの7はもう、ね、みんな使ってますよね。はい。っていうね、おなじみの。うん、このセブンのトラック、そしてこれが変形してロボットになるっていう最高のおもちゃがあるので、はい、これもうどっち買っても間違いないと思います。はい。で、10月下旬に、スカイブレイバーっていう、ANA ジェット旅客機、めちゃくちゃかっこいい、今までにない、多分めちゃくちゃ大きいんじゃないかなっていうぐらいのすごい商品が出るので、それも楽しみにしております。で、あと、タカラトミー公式のジョブレイバーヘッドラインっていう動画があるんですけれど、それもね、めちゃくちゃこうアニメとか絡めたりとか、あとこうジョブレイバーで実際に遊んでるようなね、すごい面白い動画なので、皆さんそれもぜひ、ジョブレイバー好きな方はね、見てみてはいかがでしょうか。ということで、今回の動画いいなと思った方はぜひ、チャンネル登録、高評価、TikTok X のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。